吉田さん、なんかね、武道の世界では千の技に精通するよりも一つの技を極めろっていう言葉があるんですよ。で、私もなんかね、それと似たような感覚で、たくさんの出会いとかたくさんのビジネスや投資はあったんだけども、やっぱり中央を貫いてるものは一個っていうかね、一つあればいいかなと思うんですよ、不動のものが。よく分散投資とかいろんな収入の柱をいっぱい立てろって言いますけども、それは瞬間的にはそういうのは必要ですけども、でもやっぱ根底にはね、幹となるべき大きなのが真ん中にズドーンとあるべきだと思うんですよ。まあそういう意味で言うと、私の YouTube 活動の中央にはやっぱり吉谷さんがズドーンといると思いますね。私が YouTube を始める前から何らかの形でね、吉谷さんは YouTube を扱って情報発信していたと思いますし、私がスマホアプリの件でね、サポートの動画を見てるときに、山口入久さんがね、話すことがなくなったんでみたいな感じで一旦休憩して、吉谷さんがフラッと出てきて、で第一声に、僕は誰よりもバカですみたいなことを言ったわけですよね。なかなか面白い切り口で、やっぱり男性ってのは自分はバカではないと、優れていると、こういう特技があるっていうことを言いたがるもんですけども、いやいや、もう一番最悪の最低のバカですよと、数字も暗算もできないし漢字も書けない、全然わかんないですよみたいな感じで出てきてね、なんかすごくいいポジションだなと思ったんですよ。最初にそう宣言することによって、いろんなミスを許してもらえたりとか、あ、こんな人でも情報発信できるんだと、こういう人でもお金を稼ぐことに関われるんだっていうふうにね、気が楽になった覚えはありますね。で、私自身も速稼塾を始めた初日っていうのは何の経験もないし何の実績もないし、経験日数もなんかね1週間とかなわけですよ。でももうすでに毎日数万円っていうギャラをいただきながら、今までの私の仕事の中では最も高い粗利をいただいていた、要するに最も高い価値を周りの人に感じさせていたっていうのが、その情報格差によって裏付けられたところだったんじゃないかなと思うんですよね。で、私はそのセルフバックってものが中央を貫いていて、未だにね、ポイントサイトはセルフバックやってます。で、こういうことをやっている私だからこそ、吉谷さんもこのやり取りがね、300% 言い切れますみたいなことを言ってくださるんでしょうし、まさにね、この億万長者シリーズってのは、多分私たちがね、どちらかが死ぬまで、いや、両方が死ぬまで続くんじゃないかなと思いますし、返信がなかったらないでね、返信がありませんが、勝手に続編撮らさせていただきますみたいな感じで続いちゃったりとか、あとゲストを呼んでね、なんかね、ナミさんね、最近返信がないんですけどどう思われますみたいな感じで討論が始まってくるとかねで、仮にはね、例えば私が生き残った方とすれば、吉谷さんから返信がないんで、私が吉谷さんだったらどんな返信をするか二人羽織でやりますとか言って、返信動画ももうすでに自分で撮ってしまってどんどん続くみたいなね。で、そういうのを YouTube を研究してる人が、なんかどっかに変な YouTuber いねえかなみたいな感じで、何リレーが10万回続いてるやつがいるぞみたいな、ね、なんだこいつらは、しかも死んでるのにその視聴者がもう勝手に続編を作ってるぞみたいな感じで世代交代するみたいなねそんなね、なんか金字塔打ち立てるんじゃないかなって思ったり思わなかったりでございます。どちらにしてもね、大切なものは一つあればいいと思いますし、いろんなジャンルで一個あればいいかなと、恋愛でも一人だったりするもんですし、大切なものが1個ね、車だったら1台あればいいかなっていうところもあります。その1つがあるからこそ、2番目3番目他のものも大事にしていけるし、ある意味ね、一番好きなこのぐらいまでのレベルで行こうぜみたいな感じでちょっとこうケツを叩くこともできるし、そういった関係を持ってるってことが自分に対するプライドとは言いたくないんですけどもね、そういうものになっていくのかなと、なんか金字塔になっていくのかなと思いますよね。そういう意味ではすごくラッキーだったです。こういう時代にナイト2000ってものに出会えたり、 R34 ってものに出会えたり、吉谷拓郎ってものに出会えたりとかね、その出会いは本当に貴重だって言いますけども、出会いはすごく大切だって多くの方が言いますけども、大切も大切じゃないも結果的にこういう風になっている人ってのは果たしているんでしょうかね。だって相当な親友でも最近会ってないよねって言うでしょう、これ最近連絡してないよねみたいな。私と吉田さんの関係って何なのかよく分かりません。もう基礎の言葉では言い表せないんですけども、とりあえずコミュニケーションは続きまくっているというねことじゃないかなと思います。これはね、ある意味こう親兄弟親戚よりも濃いことやってるんじゃないかなと思いますけど、どうでしょうかね。